皆様こんにちは、チリスポットです。本日は岡山のとある山の中に来ております。今回こちらの方に来ているのは、いろいろと噂の絶えない廃墟化した納骨堂があるということで、今回散策リサーチの方に来ております。場所自体はどこかまだ不明ですので、これから探していきたいと思います。それでは皆様一緒に散策をしていきましょう。このね、霊園の中をね抜けていくんですよね。さあ、ここからですね、結構な山道ですね。イノシシ注意、イノシシ注意。まあ、イノシシは出てきそうですね、これは。ちょっと上がってみたいと思います。一応ね、登山道になってるんで、この登山道沿いのなんかこう、おお、あや、今石が落ちてきましたね。怖っ。落石が、マジか。怖っ。落石かよ。怖っ。大丈夫かな。今この上から落石ね、ちっちゃいの来ましたね。どこに落ちたかちょっとわかんないですけどね。怖っ。ここ何の水溜りですかね。なんでこの時水溜まってんでしょう。不思議ですね。この上か下かですね。ちょっと上行ってみましょうかね。ああ、もう完全にこっち山道ですね。これ下かな、どっちだ。なんかなさそうですね、この上は。ちょっと下の方行ってみましょうかね。ちょっとこっちの下下ってるな。下りの方かな。ちょっと行ってみますね。だいぶ下ってますよね、ここ。よいしょ。あ、お墓がある。あ、ここか。ここっすね。ちょっと下から見てみます。これで、あ、なるほどね。お墓が祀られていて、その上にあるんだ。じゃあちょっとね、上に上がってみたいと思います。すごいね、心霊スポットとしてすごい有名なんですよね。夜なんか絶対来れないですね。でもちょっと手を合わせて、すいません、失礼します。すごいな、あれ。なんすかね、あの、ぐるぐる巻いてるやつは。なんかの印？ああ。
あ、もう電気メーターとか捉えてますね。ね。はあ。ちょっと怖いですね。もう、かなりひびが入ってるんで、崩れてもおかしくない。うわ。なんか、燃やした跡がありますよね。おそらく中にはちょっと入れないようにしますけど、外からします。怖っ。照明切った分と、ちょっと隣も納骨の骨はもう残ってないんでしょうね。塩を置いてますね。はあ、これ多分納骨のあれだ。ちょっとね、中には入れないようにします。ちょっと一番端見てみますね。あ、こっちはもう何もないか。ここだけ納骨のためのまだこう棚みたいなのが置いてますよね。もうさすがにもう納骨の骨はもうないですよね。あったらびっくりする。いや怖い。ここが噂の納骨堂か。怖い。これ夜はこれは。ちょっとね、ここはね、本当にね、落ちそうなんで、怖いです、ここは。昼間来たらね、まだそんなにこう、ね、ゾクッとしますけど、そこまで、夜来るよりはまだ全然マシだとは思うんですね。ただ、ほんとこう、仏さんがですね、祀られてたところがですね、もう廃墟化して、こういう感じで残っていて、まあ実際の、納骨をするための棚も残っていると。ということで、今回、こちら岡山県のですね、灰の骨を散策リサーチをしました。じゃあですね、ちょっと、これ以上怖いんで、はい、退散したいと思います。ではですね、今回こちらの地理スポットのチャンネルを見ていただいて、面白いな、いいなと思っていただいた方はですね、今後の散策リサーチの大変励みになりますので、ぜひ、高評価、グッドボタンとですね、最後にチャンネル登録をよろしくお願いいたします。で今後のですね、散策のモチベーションにすごくなりますので、チャンネル登録、皆様、ポチッとお願いいたします。ですね、ちょっと元来た道をですね、戻って帰りたいと思いますので、はい。それでは、また皆さん、次回の動画でお会いしましょう。それでは、さよなら。